白くまななみん。みなさんこんにちは、白くまななみんです。本日の動画は、最近ポカポカと暖かい日々が続いていますので、春に使える簡単かわいいシンプルな春のお花の描き方を紹介していきたいと思います。私が愛用しているペンはこちら、三菱鉛筆さんのユニボールシグの 0.38mm のボールペンです。いつもは黒色を愛用しているんですが、ちょっと今インクが切れているので、ブラウンブラックというちょっと茶色のペンを使っていきたいと思います。こちらの 0.38mm の太さ、めちゃくちゃちょうどよくて大好きなペンです。それでは早速一緒に描いていきましょう。まずはチューリップ。チューリップの花びらは3枚描いていきます。手前の花びら、真ん中の花びら、奥の花びらという感じで描いていきます。線はゆっくり丁寧に描いていくことを意識しています。チューリップのこちらの茎の部分、結構長めに描くとおしゃれな感じに、短めに描くとなんというか頭でっかちで可愛いチューリップが描けるかなと思います。自分の好きな長さを研究してみましょう。花びらのシワを描くとちょっとおしゃれ。お次はアネモネ。まずは花びらからではなく、真ん中を黒くぐちゃぐちゃっと塗りつぶすところから始めます。周りにはこういう感じでジグザグ線で囲ってみましょう。これがお花の真ん中になる部分です。真ん中を囲うように花びらを5枚描いていきます。もうね、均等に描くとか考えずに5枚描けば大丈夫です。そうしましたら、5枚の間を埋めるように1枚ずつ花びらを描いていきます。ちょっと線がガタガタになっても全然大丈夫です。完璧なお花っていうのはね、なかなかないですからね。味のある線で自分らしいお花を描いてみましょう。アネモネの葉っぱは首からちょっと離れた位置にちょこんってあるのがポイントかなと思います。この葉っぱ可愛いですよね。お次はラベンダーを描いていきます。下から順番に4つの花びらをいくつか描き、そして真ん中ら辺で3つの花びらをいくつか描き、そして2つの花びら、最後は1つという感じで、心の中で数を数えながら描いています。細長く描くとおしゃれな雰囲気になるかなと思います。お花のイラストを描くときは、実際のお花の写真を検索してお写真を見ながら描いてみたり、実際にお花を買ってきてお花を見ながら描くっていうのが理想かなと思いますので、こちらの動画だけでなく、なんかお花の写真を見たりとかしながら描きましょう。こちら葉っぱは細長く描くのがポイントです。お次はスズランを描いていきます。去年めちゃくちゃ好きになったお花です。スズランの花の部分は頭を描いて、タコの足のような感じでちょっと外羽っぽい感じの花びらを描きます。一つ目が描けましたら、長い茎を描いていきます。ゆっくり、なるべく茎は細くなるように意識していきましょう。スズランの可愛いところって、お花がいくつもちょん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 とあるところですよね。一番初めに描いたようなお花を下の方にこうやって連なって描いていきます。スズランの花びらは全部で6枚なんですが、こう奥の方にも花びらがあるという体で、手前は5つとか4つとか、ちょっと自由に描いてみました。お花が描けたら、こうやって一番初めに描いた茎につながるように第2、第3、第4の茎を描いていきます。スズランの葉っぱは結構大きめなので、大きく描くのがポイントです。私は去年お散歩中にスズランを見つけてから、結構スズランのファンになったんですが、小さいお花めちゃめちゃ可愛いですよね。皆さん見たことありますか？よかったら画像検索とかしてぜひ見てください。お次はちょい難しい水仙を描きます。まずはトゲトゲのものを描きまして、横棒を2本描きます。そして周りを花びらで囲っていけば、左向きのお花が完成するというわけなんです。水仙のお花は真ん中のこの出てる部分がすごく特徴的だなと思ったので、今回は立体的になるような描き方を紹介しています。ちょっと難しいかなと思いますので、ぜひ何度も何度も練習してみてください。こちらも茎はできるだけ細長く描くとおしゃれな雰囲気のイラストになります。ちょっと今回気合が入りすぎて葉っぱが大きくなりすぎた気もしますが、まあいいでしょう。最後はおまけのような感じです。桜の花びら、そしてつぼみの描き方です。
花びらのこのジグザグの部分、この切れ目のようなものはちょっと控えめに描くと可愛い花びらが完成します。次はつぼみです。まずはじめに茎を描いてから鳥の足のような感じでつぼみをキャッチしているような絵を描いたらもう完成ですね。意外とシンプルです。線画の説明は終了したんですが、今回はおまけで着色もしていきたいと思います。使用している画材はステッドラーのカラトアクエレルという水彩色鉛筆を使っています。チューリップはグラデーションがあると可愛いと思ったので、最初に薄い色を引いてからちょっと濃いピンクで花びらの先端に向かって濃くなるように意識して色を塗ってみました。葉っぱの色は黄緑色と緑色の2色で塗っています。私はいつも色鉛筆は月に1回ぐらい鉛筆削りをするんですが、その時にちょっと削りすぎたなと思ったらすぐにいらない紙とかでなるべく芯の先が丸く丸くなるように意識しています。よく色鉛筆での塗り方教えてくださいというコメントが来るんですが、芯はなるべく丸く、そして筆圧はなるべく濃くなりすぎないように優しく色鉛筆を持つ、そして色鉛筆をめちゃくちゃ傾けて面を塗るっていう感じで意識していつも塗っています。もし需要がありましたら私なりの色鉛筆での塗り方という動画を出してみたいんですが、皆さん気になる方っていますか？よかったらコメントで色鉛筆の塗り方教えてとコメント待ってます。はい、ということでこちら着色がほぼほぼ終わりました。最後までご覧いただき本当にありがとうございました。はい、ということでこちら完成です。もし他のお花も見てみたいなどリクエストありましたらお気軽にコメント待ってます。ちなみに先日より白熊ななみんのメンバーシップ7組委員会が新しく誕生いたしました。概要欄に詳細があるのでよかったら URL 飛んでください。今回のお花の描き方、こちらの線画をメンバーシップ内で配布しますので、7組委員会の皆さん、そちらの素材を使って練習してみてください。本日の動画はこの辺で、また次回の動画でお会いしましょう。それでは以上、白熊ななみんでした。さようなら。